ゴーラ人は、高知人を意味し、コソボ、マケドニア共和国、アルバニアの3地域にまたがるゴーラに居住する、南スラブ人の集団である。我が人々を意味するナシンチの辞書も使われる。同じ地域に住む、アルバニア人による多少として、ブルガレティ、トルベシュ、ポトゥルがある。ゴーラ人の話す言語は、ゴーラ語であり、ゴーラ人自身は、 我らの言語を意味するナシンスキの呼称で呼んでいる。ゴーラ地域の内コソボに含まれる部分は、シャリ、ドラガシュ自治体に、アルバニアの部分は、シシタ別自治体に、マケドニア共和国の部分は、シャルサンチ地域に含まれる。主にイスラム教を信仰しており、多種多様な民族文化に富んでいる。彼らは、ボシュニャク人、セルビア人。 ブルガリア人、マケドニア人などの一部とされてきているが、そのいずれとも異なる少数民族とする見方もある。ゴーラ人の一部はすでにアルバニア化されている。1991年にユーゴスラビア社会主義連邦共和国によって行われた国勢調査では、ゴーラ人たちは自身をムスリム人と回答している。マケドニア共和国においても、 彼らの民族自認はその宗教によるところが大きい。ゴーラはこの地域を指し示す言葉として伝統的に用いられており、山や高地を意味している。ゴーラ語で産地人高地人を意味するゴランズは日本語ではゴーラ人と呼ばれる。ゴーラ地域には伝統的にゴーラ人が居住しているが、その他のスラブ人やアルバニア人も地域的なアイデンティティとして、 ゴーラ人を称することもあった。ゴーラ地域はセルビア帝国の皇帝ステファン・ウロシュ4世の直霊にも言及されており、当時はプリズレンの聖大天使修道院の土地であった。地域には6世紀から7世紀にかけてスラブ人が住むようになり、後にブルガール人が侵入して定着するようになった。1455年、ゴーラは オスマン帝国に侵攻され、セルビア人の王国から、オスマン帝国のルメリアの一部、プリズレン県へと編入された。その後、特に16世紀末には、オスマン帝国の社会への同化が進められた。バルカン半島の住民の間で侵攻していた、イスラム化の動きは急速であり、多くのモスクが建造された。ゴーラ人はその後もムスリムでありながら、 成人の日を祝福するなどのキリスト教的な伝統を維持し続け、ボゴミル派の子孫を自認している。ゴーラ地域が高い山々によって地理的に極めて孤立していることは地域の住民によるスラブ人やオスマン帝国の侵入への抵抗の支えとなった。14世紀のアルバニアでは多くのアルバニア人がオスマン帝国の侵入から逃れるためにイタリアやエジプト、 シリア、ウクライナへと脱出したのと同様に、ゴーラでも帝国から逃れるための大規模な住民の脱出が発生した。脱出は数世紀にわたって続き、多くの人々がゴーラ地域を離れた。多くの人々がアメリカを目指し、同地にはゴーラ人のディアスポラが居住している。オスマン帝国時代の住民脱出は、二つの潮流を作り出した。一つは、 プリズレン、シリニチ方面へと向かい、もう一つは、マケドニアのテトボへと向かった。マケドニア方面へ流出した住民はドルの、パルチシュテ、テアルツェの集落に住み着いた。彼らの子孫は、現在もマケドニア共和国の一部に暮らしている。ゴーラ人の入植者は、シャル山地の東側のウルビチやイエロブ屋根に居住している。 1912年の第一次バルカン戦争ではセルビア軍が地域を制圧した。この結果ゴーラ人の一部はオスマン帝国へと逃れた。1916年から1918年の第一次世界大戦ではゴーラは中央同盟軍に占領され、1916年5月まではブルガリアが その後1989年10月までは、オーストリア・ハンガリー帝国が地域を支配した。1918年以降、ゴーラは、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国の一部となった。ゴーラでは大規模な貧困や飢饉が起こり、多くの人々がより大きな、コソボの都市、プリズレンやマケドニアのテトボへと移った。 1925年の国際連盟の決定により、アルバニアの最終的な国境が決定された。これによって、ゴーラ地域の一体性を求める、ゴーラ人の願いに反して、ゴーラ人のうち1万5000人が住む旧村は、アルバニアの領土に組み入れられた。共産主義体制崩壊後のアルバニアで起こった、経済危機や、貧困も、住民のティラナや、 シュコドラなどの大都市への移住を引き起こし、地域のゴーラ人人口は低下した。1999年のコソボ紛争、ナトによるユーゴスラビア空爆を経て、国際連合は、セルビア領のコソボをメトヒアジ地州から、セルビアの統治権を排除し、ゴーラ地域の内コソボに含まれる部分は、他のコソボの諸地域とともに、国際連合コソボ暫定行政ミッションによる、統治下となる。 コソボのゴーラ自治体は廃止され、北に隣接するオポやオポリエと合わせてシャリ、ドラガシュ自治体へと編入された。ゴーラにはアルバニアからアルバニア人が流入し、その後アルバニア人民兵によるゴーラ人市民の殺害や虐待があったと報告されているが、未だ確認されていない。シャリ、ドラガシュ自治体ではアルバニア人が多数派となっている。2007年。 コソボの暫定自治政府書記校はゴーラにボスニア語を教える学校を開設したが、このことに加えて、その校長がアルバニア人を自称していたこともあり、地元のゴーラ人の間で論争が引き起こされた。ゴーラ人の多くは民族的に同化されることを危惧して、子供を学校に通わせることを拒否し、自前の民間学校で子供たちを教えている。 1999年以降、6500人を超えるゴーラ人が多くのセルビア人やロマと共にセルビア本国へ脱出している。トルラク方言の分布域。左下の濃い部分がゴーラ語である。ゴーラ人の話す方言はゴーラ語と呼ばれる。この方言はマケドニア語とセルビア語の中間的な特徴を持ち、トルラク方言の一部と考えられている。 スラブ語に起源を持つ言葉も多い一方で、トルコ語やアラビア語、アルバニア語からの借用語も多い。1991年のユーゴスラビアの国勢調査によると、ユーゴスラビアのゴーラ自治体の住民の54.8%は、自身の言語をゴーラ語であるとしている。ゴーラ人の学者の一部は、 自身の言語をブルガリア語とみなしており、マケドニア北西部で話されている方言と同一であるとしている。ゴーラ人の学者、ナジフドクレは、ブルガリア科学アカデミーの援助のもと、初のゴーラ語、アルバニア語辞書を2007年に編纂した、In 2008 The First Issue of A マチェドニア n ラン a g ージニュースペーパー、was published 独例はこの言語をブルガリア語の方言であるとしている。ユーゴスラビア時代のコソボの行政区分。コソボ最南端の青の部分がゴーラ自治体であり、ゴーラ人は多数派を形成していた。1991年のユーゴスラビアの国勢調査では、ゴーラ自治体のゴーラ人人口は1万6000人程度とされた。ゴーラ人の指導者たちは、現在もゴーラに泊まっている。 ゴーラ人は1万人を下回ると推測しており、多くがアルバニアの首都ティラノなどへ流出したと見られている。ゴーラ人たちは不安定な地域情勢と経済危機によって多くの人々がコソボを去ることを余儀なくされているとしている。また、迫害や差別があるとの指摘もされている。コソボを統治する国連機関であるアンミックは自治体の境界を引き直し、ゴーラ人が 多数派を形成していた、ゴーラ自治体を別の自治体と合併させた。ゴーラ自治体は、北に隣接しアルバニア人が、多数派を占めるオポや、オポリエと合併し、新設されたシャリ、ドラガシュ自治体では少数派となった。以下は、ゴーラ人の収録の一覧である。ッコ内は、ゴーラ語による、キリル文字表記である。ゴーラはほぼ二世紀にわたって、低開発地域であり、 多くの男性住民が地域外に出稼ぎに行った。このため、中央セルビア、ボイボディナ、マケドニア共和国、ボスニア・ヘルセゴビナ、イタリア、ギリシャ、トルコ、そして、アルバニアやユルゴスラビアの共産主義政府から逃れるために1940年代以降はアメリカ合衆国への移住が起こった。他のバルカンの人々と同様、 ローマ人が侵入し、キリスト教が広められる前は、多くの半信教的な信仰や、太陽の神への信仰があった。キリスト教への改修に続いて、オスマン帝国の支配下では、ゴーラでは、イスラム教への改修が進み、ゴーラ人のほとんどはその後もイスラム教徒である。しかし、ゴーラ人はその後も、スラバや、 セイゲオルギウスの火を祝福するなどの聖教会の伝統を部分的に受け継いでいる。ゴーラ人の民族音楽の一つに2ビートの頃があり、これは足の動きを中心とした演舞である。これは常に右足から始まり、半時計回りに進む。頃は大抵、ズルレやカバル、タパンメートルダブルなどによる演奏が伴い、 アルバニア人やセルビア人などの周囲の他民族と同様に過小を伴うことは多くない。ありがとうございます。